ただ言えるのは、はい、前のバッターっていうのはね、スピードを利用したバッティングをしてくれするんですよね、はい、ところがね、このバッターだけはね、この速いボールの力でね、はい、来るバッターでしょ、こういうバッターの方がね、空振りは取りやすいですよね。昨日もウッズからは空振りの三振を取っています。マウンド藤川、セカンドランナー帰れば同点、ファーストランナーが帰れば逆転というドラゴンズ。大ピンチ、9回の表タイガースです。追い込みました。再び流れるあと1球コール。アウトコース低いところに決まらないか。中途半端に行くなよ。アウ。外野は非常に深い守備位置です。こういうのを見てるとあれやね、ちょっと何か一種類緩い球欲しいね。ですよね。やっぱ若いカウントで見したいですよね、一球。ウッズも粘ります。コースがね、普通振ってきてもバットに当たらないんだけどね。ちょっと投げ終わった後に昨日のようにバランスを崩してしまいました藤川です。あそこで空振り取れないっていうのはね、ちょっとね、やっぱり藤川も自分の球が切れてないんだっていう感じでしょうね。もう分かってると思う、はい、本人も、はい、だから矢野も十分分かってると思う。そうですね、うん、緩いボール外れました。フルカウント。2人のランナーは投球と同時にスタートを切ります。苦しいマウンドです。今のカーブをツーエンドワンの後に見せてほしかった、ね、そうですよね、うん、今のコースでいいんですけどね。そうそうそう、でその後のストレートですよね。そうそうそう、外角低いところへズバッと藤川決まらんかな。三振、最後は150
ぐ大きな1勝、タイガース逃げ切りました。見事な逆転勝利、8月の最後見事な逆転勝利で締めくくりました。とにかく最後はなんとか抑えるという気持ちしのぎました。藤川タイガース勝ちました。8対7、非常に苦しい試合でした。しかしタイガース勝ちました。